有力天皇は日本の第21代天皇。埼玉県の東海山古墳により出土した鉄剣の名文にある若竹るカタキるが、古事記にある名称、大八世若竹の中の若竹と、日本初期の名称、大八世若竹の中の若竹と類似しているとされていることから、考古学で存在が確認された最古の天皇である。小浅妻枠後くごすくね天皇の 第五王子。母は、本田天皇の孫の押坂のような勝姫。木無し系王子、アナホ天皇の同母帝。危機によれば、反抗的な地方王族を武力でねじ伏せて、帝権を飛躍的に拡大させ、強力な先生君主として君臨したとされる。養蚕の推奨、白木への出兵、クレイへの剣士などの政策を積極的に実施した。兄であるアナホ天皇の死後、 兄弟やいとこといった、定位継の邪魔となる存在を殺し尽くして即位。この時中殺した、桂木の園大臣の娘の桂木のカラヒを人し、白髪子を得た。またキビへ道のお見たさから妻のキビ若姫を奪い岩木巫子、星川千宮巫子を得た。皇后は、大晦日最大天皇の巫子である草子を、旗たび王女で、血縁上はおばにあたり、間に来わない。 日本初期の歴法が有力期以降とそれ以前で異なること、万葉集や日本礼域の冒頭にその名が掲げられていることから、この天皇の時代が歴史的な活気であったと古代の人々が捉えていたことが伺える。それまでの日本列島は各地の有力豪族による連合体であったが、有力天皇の登場により、大王による先制支配が確立され、大王を中心とする、 中央集権体制が始まったとする見方もある。寒風志望である有楽天皇は代々の天皇と同様奈良時代に大民の御船によって先進された。古事記では即位前の有楽天皇に対して王発世王という表記がたびたび見られる。通常、即位前の天皇に命の称号を用いる古事記において王の称号が用いられているのは異例である。 隠行天皇7年12月、後に、有力天皇と呼ばれる、大発世王子は、陰陽天皇とその皇后である、押坂の大中津姫の間に生まれた。誕生の際には皇后しい光が、宮殿に満ちたという。人並み外れてたくましく成長したが、同時に乱暴でもあった。お朝妻は久保く根天皇の宝御に応じて来朝した、白木の長子に誤解から訪問を加え、 のちのちまで続く過婚を作ったと言われる。またその常に、傍教たる様は、いとこにあたる半税天皇王女たちへの求婚を、朝に、巫女と会った者は夕方に殺され、夕方に会った者は朝に殺されると聞きます。顔も性格も良くない自分たちに、巫女の妻は務まりませんと拒絶されるほどだった。これを憂えた兄の穴子天皇は、叔父の奥坂王子にその妹、すなわち、 天皇のおばにあたる草子を、はたびびめ王女を、王発世王子の日に差し出すよう命じた。大草家王子は病床にあり、妹の将来が心配だったため、妹の身分を保障する婚姻を喜んで受け入れた。しかし、中海役の熱心が、大草家王子の、お受けするとの返答につけた押し来たまかずらを横取りするため、天皇に、大草家王子は、 拒否したと残言をした。激怒した、アナホ天皇は、大草加王子を殺害し、その日である、中志姫命を奪って、自分の皇后とした。安皇天皇3年8月9日、アナホ天皇は、皇后の連れ子である、迷わおにより父の敵として暗殺された。事件を知った、大発世王子は、動きの二分兄にたちを避難し、まず、ヤツ城彦彦を切り殺し、ついで、 坂井黒彦王子と迷わおも殺そうとした。二人は、桂木ラギの死の遠大人の屋敷に逃げ込んだが、大八瀬王子は三人ともに焼き殺してしまった。穴保天皇は皇太子を指名することなく放御したが、いとこの死辺をい岩美子を、皇位継承者に立てる腹積もりであったとされる。しかし、大八瀬王子は、死辺をい岩美子とその弟の大馬美子を仮に、連れ出して暴殺してしまった。 死辺をし岩美子の子らは、針前と闘争して潜伏し、後に、人間天皇、建造天皇となる。混乱に乗じて、競争相手を一掃した、大発瀬王子は11月に定位についた。即位元年3月、おばに当たる、前術の草公、旗た美び王女を立候。年齢差からか二人の間に子はなかったが、皇后方は暴走しがちな天皇をうまく制御した。 ヘグリ・マトリオ大臣に、大友・シツと、物のべめを大連に任じた大発瀬若竹大王、こという略天皇は、有力豪族を、自らの足元に屈服させ、大王による強力な統治を確立しようとした。かねてより皇室の外籍として、牽制を振るってきた桂木ラ氏のに対しては、上実の通り族長の縁大臣を、迷わ王をかくまった角でと々も焼き殺し、その勢力を、 政権から駆逐した。また即位7年に、最大の地域豪族であった厳しいに対しても、反乱鎮圧の名目で軍を送り、厳しさ道新前、艶や、厳へ、道のおみたさの反乱を討伐して、厳しいを弱体化させた。他には、即位13年8月に、ハリマ国の分析小魔炉を、即位18年8月に、伊勢国の朝広を討伐したという記事が、 初期にある。考古学的な調査からも、有力が在位していたと見られる5世紀末頃より、地方豪族の市長母から大型の前方公園墳が姿を消していることが確かめられている。即位9年2月には、大志高知のただし高玉物とうねめを、胸方大社へ神を祀るため使わしている。高玉物が、新域の断書に至り祭祀を行おうとする際に、うねめに、 みだらな行為を働く。それを聞いた有略は、神を祭り服を祈ることに際しては、慎み決裁すべきであると言い,い激怒し、南馬日高騎士湯ゆ連とよほらを使わして、こうたまものを日本における資材にしている。平安初期の留行神宮儀式長によれば、即位22年に伊勢神宮下空を混流したと伝えられる。元来は豊家大庭は、 桂木ラ氏が代表して奉仕しており、桂木ラ氏の没落後はあまり帰り見られなかったが、数形の声が大きくなり丹波国にも祀られていたものを、下空を設立することで収集を図ったのではないかと、する説がある。というけ大宮と名が似ている、飯豊天皇は、その揺り返しの中で政務を取った可能性もある。また、有力天皇の巫女で五木の宮である、拓波多美目王女が、 ユニンの路上ブレン、竹彦の子供を妊娠したと、厚地震国に身に残言され、無実を訴えるため自殺した事件が3年4月上に載っている。王女の母である桂木のカラヒメが、父の現代人から即位前の有力に引として、建設られたとする記事より、約3年後のこととなり、建設られる前に、カラヒメが巫女を産んでいないと年代が合わない。むしろ蒸気残言事件は、 月空の設立と年代が近かったのではないかと推測される。なお、愛新国見は残言が誤りだと判明した後、伊勢神宮ではなく、石上神宮に逃げ込んでいる。即位2年、九だらから池つびめという美女が天皇に献上されるが、受代前に石川立というものと貫通してしまい、激怒した天皇が両者を木にくくりつけて焼き殺すという事件が起きた。即位四年、 これを受けて、美女ではなく、王子を送るべきと判断した。くだらの外郎は、弟の昆虫王を派遣し、日本の天皇に仕えるよう命じた。軍君,君は、大和に向かう、途中の畜死で兄王から賜った女性が出産した、ため母子をくだらに送り返した。初期ではこの子が、後の舟園王とされる。即位8年2月、白木の求めに応じて、日本府軍がコウを破る。 さらに9年5月には白木に攻め込んだが、将軍の木小弓が戦死してしまった上に、内部分裂で敗走した。即位20年には高栗川国と友好関係にあった九だらを攻め滅ぼしたが、翌即位21年に、天皇は未真から旧真なりの地を九だらに与えて復興させたとされる。即位十三年四月に、くだらの三金王が亡くなると、入室していた王のた王に、 筑死の兵500人をつけて帰国させて、東場路として即位させ、安易たす神、馬海神らは水軍を率いて、高栗を打った。このほかクレ国から敵人の鑑識、クレシキラを招来し、また分散していた、新民の統率を強化して、養産業を奨励するなど、トライニング技術者を徴用した。初期によれば、独善的だった有略が、 例外的に信頼して寵愛したのは不人部である、トライ系のみ、京すぐり青と、日の熊民子広則であったとされる。この二人は、即位8年と即位12年に大陸への使者として派遣されている。これに関連して、即位6年に、クレ国から死者があったとする短い記述が初期にある。即位22年1月1日、白髪未を皇太子とし、 即位23年8月に病のため放御した。古事記では、岸年8月9日に、去年124歳で放御したとする。間もなく、キビジの血を引く星川美子が、母のキは若姫にそそのかされて、乱を起こしたが、大友室屋らがこれを鎮圧して、大和王権の優位を決定的にした。広報の草公、はたびびめ王女はおばに当たる。即位後、 旧婚に向かう、道の途中で、敷屋型主の館がカツオギをあげて皇居に似ていると、難癖をつけて、布をかけた白犬を手に入れ、それを、婚礼の土産物にして草子を、旗たび姫王女を皇后を落とした。カツラギの唐姫は前日の真弱王の事件で、粉殺した、カツラギの大臣の娘。また、キビ若姫は、キ城と等田佐の元妻で、女房自慢を聞きつけた天皇が多佐を、 未真国師に飛ばし、留守の間に奪い取ってしまっている。以上のように、大発瀬天皇は、かなり強引にその皇費を集めている。大発瀬天皇の血筋は、男形では、途切れたものの、王女の春日大娘王女が、人間天皇の皇后となっており、その娘のたしらかの王女は、慶大天皇の皇后となって、金明天皇を生んでいることから、その血筋は女系を通じて、 現在の皇室まで続いている。日本書紀の伝えるところによれば、以下の通りである。日本書紀に記述される在位を機械的に西暦に置き換えた年代については、上古天皇の在位年と、西暦対象表の一覧を参照。とは、近畿の初瀬朝倉宮。東海山古墳出土金造眼的懸命に見える、各鬼宮も朝倉宮を指すと言われるとする説もある。伝承地は、 奈良県桜井市黒崎だが、1984年、同市脇本にある、脇本遺跡から、5世紀後半のものと推定される、掘った手柱穴が発見され、朝倉宮の跡とされ、話題を呼んだ。これ以降一定期間、初世に皇居があったと唱える人もいる。なお、日本芸域によれば、いわれにもいたという。有力天皇た治比高須原料料の名は、た治比高須原料。 宮内庁により、大阪府羽びきの島線八丁目にある、島泉丸山古墳、島泉平塚古墳に事情されている。それぞれ直径75メートルの円墳、一辺50メートルの宝墳。宮内庁上の形式は円球。古事記には、建造天皇が、父の仇討ちをすべく、有力量を破壊しようとしたので、生き命が自ら、有力量の墳球の一部のみを破壊して、 流院を下げさせたとある。また、日本初期にも、建造が三ぎを破壊しようとしたが、皇太子を置く系がこれをいさめて思いとどまらせたとする。上記とは別に、大阪府松原市西大塚にある宮内町の大塚良母山高地では、有略が、非壮候補者に想定されている。遺跡名は、河内大塚山古墳で、墳九町335メートルの前方公園墳である。 ただし、埴輪がない塔の特徴から、前方後円墳終末期のものである可能性が高く、そうであれば有力天皇の法年と築造年代に数十年の開きがある。また、皇居では、皇霊殿において、他の歴代天皇、皇族と共に天皇のご霊が祀られている。猪シシ狩りをする有力天皇政軍ともに優れた能力を発揮して、 大和王権の力を拡大させた反面、貴重の激しい暴君的な所行も多く見られた。行為を継ぐために肉親すら容赦なく殺害し、反抗的な豪族を徹底的に中罰するなど、自らの権政のためには荒烈な行いも躊躇せず、独善的で誤って人を処刑することも多かったため、大悪天皇とも誹謗された。日本初期有力期2年10月上には、以下のような記述がある。 天皇、心を似て、主としたも、誤りって人を殺したまうことをし、天下、誹暮里ていう、大悪天皇なり、と。また、初期五年二月上には、こうした有略の振る舞いを、皇后の草子を、旗びびめ王女がたしなめたという逸話もある。今、陛下、市長のゆえをもって、とねりを切りたまう。陛下、例えば、才能に異なることなし、イノシシを射殺せない清穴。 トネリを切り殺そうとした大発世天皇に皇后が今、イノシシを食したいからといってトネリを切られますのは、細郎と何も違いませんと諌めている。細郎を残忍な例えとするのは、ご関書などの関籍にも書かれており、話自体が後世の創作とも考えられるものの、有力の性格を表した一節といえる。即位十三年九月には当時決して刃先を、 謝らない交渉の目向こにして、国上職人と噂の稲部誠に本当かと問うと、決して謝らないと答えられたので、うねめを呼び集めてその衣服を脱ぎふんどしにさせ、人前で相撲を取らせた。その様子を見た稲部誠には思わず、刃先を謝ってしまったので、大発世天皇は稲部を物のべにつけて資材にしようと、した。そこに、 国上の匠の技が失われることを惜しんだ仲間が読んだ和歌を読み、それを聞いた天皇は悔やらためて、むやみに人を失ってはならないと言い、使いを形状に使わし恩赦を与え解放した。一方で、吾徳天皇という異名もある。初期四年二月上では、葛城の山で一言主心と開講した、有楽天皇が神と共に寮を楽しみ、帰りは来米水まで送られた。 その後探査に簡単した百姓たちは、口々に、宇徳天皇と叩いたという。草公、畑美美王女をはじめとして、有力天皇の皇后、火には実家が注された後に決められたものが多い。王権の強化のため、有力皇族や豪族を制伐した後、その残党を納得させて、大和王権に統合するために火を取るということであろう。兄である、 南高天皇のやり方に習っただけではなく、有力天皇の知性では、皇族だけでなく、有力豪族にも拡大適用して、大和王権の強化を強行し、征伐された皇族、豪族からの恨みを買って、有力イコール暴君の記述が残されていると思われる。なお前述のように、稲部誠に恩赦を与えた記録もある。天皇は、すがるというものに解雇を集めろと命令した。 しかし、菅るは開雇をこと勘違いして、子供をたくさん集めてしまう。天皇は大笑いして、子供の養育を命じるとともに小子部という性を与えた。しばらくして小子部菅るは、三輪神を捉えるように命じられた。菅るは、三輪山の神の化身である白い蛇を捉える。これを天皇に見せるが、箱の中で蛇が雷のような音を立てて、 目を光らせたため天皇は慌てて逃げ出してしまう。そして丘に話すように命じ、この丘を雷宮と名付けた。有力天皇元年は、初期の年期をもとに西暦に換算すると457年となる。また、有力8年2月に、白木に攻め込んだという記事が、また、有力20年に、高栗がくだらを攻め滅ぼしたという記事が、初期にあるが、前者は、 三国式白木本義の463年2月の記事に、後者は三国式高栗本義、くだら本義の475年9月の記事と対応していると仮定とすると、長期と三国式とで1年のずれがあることになり、仮に三国式が正しいとした場合、有力元年は四百456年になる。ただし、当該の2つの事件について、 初期と三国式の記述は必ずしも同一事件の別視点からの記録と断定できるほどには似ておらず別々の事件である可能性もありその場合はこの否定は無意味であるまたブネ王領から発掘された母子からブネ王は462年に生まれたことが確認されたがこれは初期の有略5年にブネ王が生まれたという記事と対応する これを基準に計算すれば、有略元年は、西暦458年になる。埼玉県の東海山古府により出土した鉄拳に、侵害の年7月中、シルスから始まる金蔵元命があることが1978年に確認された。金蔵元命には、若武大王という当時の大王の名も記されており、この若武るカタキルは、古事記。 日本書紀に記された有力天皇の実名である若竹と告示している。また、1873年には熊本県の江田船山古墳から大王の名が記された銀蔵岩の名分を有する鉄塔が出土していたが、保存状態が悪く大王名の部分が相当欠落していた。その名分はかつては自天下四大王と読み、 立ち火、渡ると派別の実名を持つ十八代、半税天皇にあてる説が有力であったが、上記の東海山古墳の鉄剣が発見されて、以降は、自転回路大王と読み、これを、若ける大王にあてる説が有力となっている。以上のように、有力天皇の名が刻まれた、鉄刀、鉄剣が熊本と埼玉で見つかったことから、五世紀後半には、すでに、 大和王権の支配権が九州から関東までの広範囲に及んでいたことが推測できる。また、それぞれの名分には上等人、天宗人という当時の官職名が記されており、初期の有略期にも人と称する官名が集中的に現れることから王権に奉仕する集団をその職償によって分類した後の部民性に通ずる人性の方がが、 この時代にすでに現れていたことが伺える。また、有力天皇は、僧女等に記された五世期末の和王、部ではないかという説があるが、確証はない。記述の通り、有力天皇は五世期末の人物である。可能性が高く、部という名は、実名の、若武の、武の寛役であると考えられる。ただし、五世期には常実の鉄頭名分のように過釈が、 通例であって訓読みは確立していないとして、否定に慎重な意見もある。僧序では、477年に和国が剣士して、兄の京河神で、弟の武が王に立ったことを報告し、武は、死自説と得は、くだら、白木、三魔な、から、神官、五官七国諸軍事、安藤大将軍は国王と自称したと記されている。翌年の478年には、 武が上表文を立てまつり、これに対して順帝は武を、支持説と徳は、白木、三花、から、新刊、母刊六国諸軍事、安藤大将軍は王二女すことをことのりしたとする。上表文の内容は以下の通り、風国変縁、作反無害地無歌し祖、ねじめ、三刊中、伐掌参戦、吹いとまねえ書。当政盲人五十五国、西福。 恵比寿六十六国、私平海北九十五国、王道通るやすし、くるわどかき、かさねばともむね、ふけむ。新家ども家具、かたじけな種先糸口、区立諸島、北かし店局、道、経過塾だら、装置船もやい、しかもくりぶどう、強くみどん、略称変令、県立ふい、こと松室携帯、も、質量風。家どもいわく進路。 アルトりリアルフ。神望公、いつきみノルフガダーだ。要塞天路、控え玄百万、義声感激、法欲大挙、いおりも不景、死水、しげゆき公、笛一期。い、材料案、不動平公、ゼモ、遠足見年。イタリーマ翼連、工事兵、サルフ系の志、義手古本、文武伊草尾公、白人公前、またところ不幸。若者カ,カド、 徳福はじめ、最古の強敵、勝康方南、向井間勲。佐夫。雪自海婦義道三死、その余り皆、各奥樹、遺憾中説。僧女は国伝書院和王、竹上標文文職は、死境、春秋差し伝の影響が指摘されている。文には、先祖代々諸国を征服して東西に勢力を、拡大し、海を北に渡って、 朝鮮半島南部にまで至った様子が述べられている。和王たちは皇帝に朝鮮半島南部の軍事的支配権を承認してくれるよう繰り返し要請してきたものの、部による上進でもくだらについては認められなかった。この理由としては、僧が北下を牽制するため戦略上の要衝にあるくだを重視したこと、また和と対立する高麗の反発を避けようとしたものと考えられる。 南西書、両書においても、それぞれ、南西、両の建国時に部が任官されたことが記されているが、これらの任官は、王朝建国に伴う事務的なものと考えられ、武士自身が要請したものか否かは明らかではない。部の最後の確実な剣士は四百七十八年であり、資料上確実な和国の次の剣士は六百年六百七年の、県随士まで途絶えることとなる。ただし、 アイヒギンド諸月録収録の初版職構図館大記の記述から南西への剣士を事実とする説もある。エタ船山古墳鉄拳に刻まれた自転化大王の称号に中国の作法体制から離脱した自ら天下を治める独自の国家を施行しようとする意思を読み取る見方もある。同様に東海山古墳鉄拳の名文では、 中華皇帝の進化としての王氏名鉄拳の王から大王への飛躍が認められ、部の上評分では、陳、聖の時のように、李領の任官を求めていない。実際、478年の剣士を最後として、和王は一世紀近く続いた中国への徴降を打ち切っている。経図上は孫にあたる昭発世天皇の木に、しきりに諸悪を作りし、和義も治めた。 マハズとあることから、大和天皇の異名を持ち名前が似通う、大発世代王は、同一人物ではないかとの説もある。ありがとうございます。